アメリカラスベガス在住トミーズファミリーのアンジーです。前回は私自身が天秤座であることから天秤座を配信させていただきました。今回は私の夫のトミーさんや親しい友人がいて座さんですので、いて座あるあるの動画を配信させていただきます。いて座は11月22日から12月21日生まれの方々です。火のエレメントに属し、自由と冒険を愛する特徴があります。ご自身がいて座さん、または近い間柄の方でいて座さんの方がおられましたら、ぜひご視聴していただければ嬉しいです。それではいて座さんの10の特徴をスタートします。その1、冒険大好きな好奇心の塊。ギリシャ神話に登場する上半身が人間で下半身が馬の賢者のケーロンが手にする矢は自由を意味するのだそうです。一度放った矢が戻ってこないように、まるで鉄砲玉のように勢いよく飛び出していったっきりないて座さんを表しているとのことです。いて座さんの方々、リスクを恐れず新しい冒険に飛び込むのが得意で、どんな困難にも立ち向かう勇気を持っています。そしてとにかく面白いものを求めて動き回るのが大好き。常に何か夢中になれるようなワクワクするものを探し求めて生きています。いろいろなものに目移りするために飽きっぽい性格と言われることもしばしばあります。面白いことのためなら全く知らない世界にも恐れを抱くことなく飛び込んでいくことができます。確かにトミーさんは未知の国アメリカにアラフィフで移住しましたからね。すごく勇気があると思います。その2、楽天的で悩むのは大嫌い。常にポジティブな面を見つけることが得意です。どんな状況でも明るい未来を信じ、周囲の人々に希望を与えます。悩み事は抱えるだけ無駄と考えているところがあるので、いて座さんは相談相手にはあまり向かないところもあるようです。ですよね、悩んでる人に悩まないでって言っても解決策が見出せませんもんね。悩み事が無駄だなんて羨ましいキャラですよね。確かにトミーさんがあまり悩んでる姿を見たことがありませんよね。羨ましいというか、ずぶといとも言えますかね。その代わりに天秤座の私は悩み事が逆に増えているって感じですよね。いて座さんはいつまでも家にこもって考えを巡らせたりするのは大の苦手で、失敗を恐れて行動を躊躇するようなことはないようです。その3、前向きで過去を振り返らず前だけを向いている。基本的に終わったことを振り返るようなことはしません。生まれてきた時からずっと人生を目いっぱい楽しむということに重きを置いているそうです。そのため過ぎてしまったことは良いことでも悪いことでもさっさと記憶の片隅に追いやってしまうんだそうですよ。めちゃくちゃ楽天的な性格ですよね。たとえ何か失敗してしまった時でも、それは終わったこととして気持ちを切り替えて次のことに目を向けることができる。つまり失敗から学ぶという概念がないってことですか。その4、細かいことは気にしない。物事がゆっくりで進まないことが嫌いないて座さんは良くも悪くも大雑把。この部分は天秤座の私もそうですよね。確かにいて座さんはあまり考えていないのかなと思うことはちょくちょくありますよね。一見すると細かいことを全く気にしないように見えますが、肝心なところでは流れをしっかりと掴んで物事を見ているので、大きなヘマをしたりすることはありません。おお、それはすごいですね。躊躇することなく
先へ先へと進んでいくので、そのことで周りから心配されたりすることもあります。しかし細かいことにこだわって先に進まないよりも、どんどん先に進みたいという気持ちと池田さんの持つ行動力のおかげで周囲を不安にさせることはないそうです。あまり深いことをぐちゃぐちゃ考えずにやってしまえ的な発想なんですかね。その後、どんどん上を目指したい、独立心があり自立した性格で他人に頼らずに自分の道を切り開く力があります。そうですね、確かにトミーさんは若い頃から親や周りに頼らずに生きてきたようですね。そこは本当にすごいなと私も尊敬しています。常に上を目指して行動し、ありとあらゆることに興味があります。その好奇心とチャレンジ精神の旺盛さで、たくさんのことを経験していく中において、多くのことを学び成長していくことを心がけています。トミーさんはもともと IT 関係の仕事をしていたのですが、現在はウーバードライバーとして働き、お客様からはかなり高評価を得ています。結構いろいろなことを器用にやりこなすタイプなのかもしれませんね。理屈よりも行動を起こしていろいろな経験をして学ぶタイプなんですね。次から次へといろんなことを体験する分、失敗も少なくはありません。しかし次の失敗を恐れずに、それでも諦めずに挑戦を続けていくのが池田さんの長所。その前向きな考え方は本当に羨ましいです。でも旗から見て失敗を恐れない性格は良い時もありますが、もう少し慎重によく考えてほしいとハラハラする時もありますね。その6、自由に生きて型にはまらない。物事にとらわれずに自由にやりたいことを追求します。確かに決まり事とか好きじゃない感じはしますよね。細かいことを気にしない自由人なんですよね。人によっては弓矢のようにどこかに飛んで行ったまま帰ってこないようなことも少なくないようです。常日頃から誰にも束縛することなく自由奔放に人生を歩みたいと思っていて、プライベートにおいて誰かに指図されるようなことは好みません。そうだったんですね。確かにそうなのかもしれませんね。うんうんと言って真っ向から反対はしないけれど、自分の好きなようにやっていますもんね、最終的には。そして私が何か言ってものらりくらりとしているような気がしますよね。右に習えというのは一番性に合わない言葉。自分の行動に責任を持つことができればいいと考えていて、無責任に自由を謳歌しているわけではなく、そこにはプライドも存在します。そうか、プライドだったんですね。その7、心にロマンを持っている。現実ではない夢のような非現実的なものに引きつけられる傾向にあります。そうそう、常識というものにこだわらずロマンを愛していると言われていますが、確かにそうかもしれませんよね。夢見がちだと思われてしまうことも少なくありません。夢は叶うものだと考えていて、そのためにする行動が他の人には突拍子もないようなことをやっているように見える時があります。池田さんは後先考えずに行動しているようでも、実は意外と考えを巡らしながら動いていると言われていますが、そうだったんですね。天秤座の私からはあまり考えているようには見えない楽観的な人だと常々思ってしまい、羨ましい人なんですけどね。その8、負けることは好きじゃない。挑戦欲が高いためにどんなことでも負けることが嫌いで、失敗をしてしまったりするとうまくできなかった自分に対し苛立ちを感じます。直後は自分の行動を顧みて落ち込んだりもしますが、
諦めるということは決してしません。確かに立ち直りが早く、失敗してもケロッとしている感じはしますね。持ち前のポジティブさで気持ちを切り替えて、次回は必ず成功させると努力することを惜しまない人たちだと言われていますね。やっぱりなんかこの辺はアメリカ的な人たちとも言えますよね。その9、嘘をつけない正直者。素直な性格で嘘をついたり欺いたりということはできません。そのため嘘をつくとひどい罪悪感を感じてしまいます。あー、確かに嘘は下手ですよね。嘘ついても結果的にはバレていますもんね。どんなことでも正直に口にしてしまう伊手座さん、場合によっては知らせなくていいようなことまで話してしまうことがあります。そうなんですよね。時々はあ、そういうこと言うみたいな感じで、空気読んでと言いたくなりますよね。正直すぎるんですよね。でも憎めない人たちなんですよね。だけど場合によってはいらぬトラブルに巻き込まれることもあるかもしれませんよね。その10、大きなスケールで物事を見ている。どんなことをしていても伊手座さんは他の人が想像するよりももっと大きな視野で物事を見ています。確かにそれを感じることはありますね。あまり細かいことに気にしないようですが、意外と的確な意見を言ってくれるので、トミーさんには日頃から私は感謝しています。大きなスケールで見るところは趣味だけにとどまらず、仕事に関しても遺憾なく発揮されます。自由な発想を持ち、大きなスケールで物事を捉えているので、誰も想像しなかったような伊手座さんならではのアイデアを提案することができます。ほう、誰も想像しなかったような何か。じゃあどんな将来が待っているのかな、私たちに。伊手座さんについて10の特徴をお話ししましたが、他にもとても知識力がありますよね。また直感もあるようですし、人当たりがいいんですよね。場の空気を読んでというのではなくて、根っからフレンドリーだなと思っています。そして人を疑わないところも伊手座さんの素晴らしいところだと思っています。今回は伊手座さんの特徴をお話しさせていただきましたが、いかがでしたか。ご意見やご感想等がありましたら、ぜひコメントにお残しいただければ嬉しいです。最後までご視聴していただきありがとうございました。もしこの動画が気に入ってくださったなら、いいねとチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回まで。